ただけたみたいで、カメラ大事にしてくださいね。壊れはしないと思いますけど、レンズお高いんでしょうから、大切にしておかないともったいないですよ。はい、では、皆様方たくさんお湯を浴びていただいたところで、次に湯冷め、湯払いというお神楽へと移りたいと思います。湯払いは弓と矢を使いまして、邪気を払うためのお神楽でございまして、力強く沈んだな舞でございます。四方に4本矢を射ます。4本矢を射ますので、お家にお持ち帰りいただいて、花に安全のご利益あるこの御神やお持ち帰りいただければと思いますけど、どうにでも4本で足りないくらい人がいらっしゃるので、自分の手元に飛んできたら、あ、ご支援あったなと思って、ちょっと手を出すくらいでお願いいたします。たくさんの方いるのでね、まあ、皆さん大人ですから、無礼になったりしないと思いますけど、やっぱりね、警戒になったりすると大変ですから、皆さんお仕掛けに来たときに、ちょっと手を出してください。そして自分に当たりそうなときはちゃんと読めていただきます。手作りで作っている矢ですので、先をこう切ってます。先を取らせてませんけど、よく見てないと本当に飛んできたときにこういうところに当たったりとか、こういうところに当たったりすると、お怪我はしないですけど、やっぱり痛いので、先に飛んできたときには手を出してお取りいただければと思います。では、見習いでございます。
Thank you.
最後のザ・ケンマイもどきでございました。ぜひたくさんいただいた方はお隣の方に分けてくださいねと言いましたら、結構皆さんお取り付けをしました。ありがとうございます。とってもいい方ばっかりなので、日本も平和になると思います。ぜひ皆さんが、お仕掛けの方もらってない方いましたら、お隣の方にも分けて差し上げてください。この玄米もどき、玄米はですね、外神社の宮司さんもしくはネギさんがご奉仕をすると決まっていますので、天狗の方、飴を拾えて終わりましたので、今飴を拾ってあります。まだありますか？すみません、ちょっと。どこにあるかわかりませんけど、すみません。はい。以上をもちましてですね、鎌倉神楽が滞りなくお納めさせていただきました。カメラマンのお二人、お疲れ様でございました。暑い中ありがとうございました。この後ですね、10月28日には、伊豆山の白旗神社さんにおいて同じく湯立神楽がございますので、お時間ある方はぜひご覧いただければなと思います。最後まで、喋らせていただきましてありがとうございました。宮司さんから喋れと言われておりますので、皆さんが吐けるまで喋り続けなければいけないのかもしれません。我々神職で一応これで一度退去させていただきまして、面掛け行列の方へと移らせていただきますので、皆さん、面掛け行列の方もぜひご覧いただければと思います。ご挨拶するの遅れました。葉山の森戸神社の森谷と申します。本日は最後までありがとうございました。